水の国は、島根県ゴ津市にある、ゴ津市立の、水をテーマとした現代美術と科学のミュージアムと、水に触れ合える公園が一体となった施設である。正式名称は、ゴー市水触れ合い公園水の国、愛称は、水の国、ミュージアム104。設計は、高のデザインプロデュースによる。河野川に隣接する公園と施設は、旧約聖書に登場する。 ノアの箱舟をコンセプトに設計されたデザインとなっており、展示舟を荒々と山に泊まった箱舟に広さ2150平方メートルの人工池を大洪水の水に見立てている。V 字国の景観に溶け込んだその様子が一つの生物のように息づき演出をされている水の景観がこの山村の V 字国を一変し、この地方に見受けられる棚田や石垣などに フード性を求めながら幻想の世界を醸し出し、この地の景観に光を与え、引き立てていると評価され、第5回島根景観賞の大賞を受賞した。本ミュージアムでは、庭園や展示棟内での現代アート作品の展示、水の力を利用した科学的な実験や音の体験、旧桜井町の四季と文化及び、道町のシンボルであった河童の伝説などに関するミニシアター、 旧桜江町出身の映画監督、松林宗慶の記念館を楽しむことができる。平成30年3月26日より休館し、再開は未定となっている。ゴ津市水スれフレイ公園水の国設置及び管理に、関する条例指定管理者制度第5回島根、定館受賞作品島根県、ゴ津市水スれフレイ公園水の国イベント情報、ほか、 その他に公式サイトでは、JR 三高線の岩見川越駅または、加賀駅下車も案内されている。その他に公式サイトでは、浜田自動車道水保インターチェンジや、旭インターチェンジから40分とも案内されている。ありがとうございます。